カジノに関して、面白い、お自分は今も割とモテてない。日本では賭博行為は犯罪。もちろん、パチンコ屋や競馬が違うのか?という矛盾を含んではいても、どうも否定感。とか言いつつ、段位麻雀、スコアでランクを上げて高ランクによる賞金トーナメント、とか考えるそれは違うのか?には不意に疑惑はある。自身の時間は今、どこに?不意に、悪夢、だろうか。ゲームが、そうなっていくベクトルはあり得る。その是非。月額500円程度の入金で、トーナメント参加が可能。上位には高額賞金、というゲームに、問題はないか。テレビで時々ある、優勝賞金100万円、とかそういうノリではあるのだけど。一の問題か、判断に、混沌。大衆、それが見えない位置での。大衆は神である、その信仰の是非。普通になったのかもしれないが。